アーティスト兼プロデューサーのベニー・ブランコと BTS のジン、シミン、V、ユングコック、そしてスヌープ・ドッグによる初のコラボレーション作品、バッド・ディシジョンズが5日にリリースされた。各国から多くの反響が集まっている。ベニー・ブランコ ×BTS× スヌープ・ドッグがコラボメガボルトが話題。リリースと同時に公開された、バッド・ディシジョンズのミュージックビデオは、BTS ファンのアーミーでありグラミー受賞プロデューサーであるベニーが起きてからコンサートに行くまでの物語形式に。バル、サビの部分ではベニーが身支度をしながら、ダイナマイトの振り付けを踊ったり、BTS のイメージカラーである紫のケーキを作ったりと、コンサートに向けてボルテージを上げていく姿が映し出され、BTS 愛の溢れた仕上がりとなっている。6日に放送された TBS 系情報、報道番組、まるっとサタデー、毎週土曜日朝5時30分、にて同メガボルトが紹介されると、ワイプでは、山内あゆアナウンサーがリズムをとって体を楽しそうに揺らす場面も映し出された。バル、このメガボルトを受け、ファンからは、完全にアーミー、本物のファンだ、アーミーを代表してくれてるみたいで素敵、芸が細かい。細部まですごい、めっちゃ楽しいメガボルトなど多くの声が寄せられている。